10分後、名分全体があらわになった。イスティウス、インペリオン、ペトラエ、ヴォッチェ、エルヴトゥム、エリッツ。なんだこれ、誰かわかる？アンペリウムは、インペリアルに似てるね。ヴォッチェは、イタリア語の声じゃないかな。帝国の声？ペトラエは、死みたいだね。つまり、死と化した帝国の声？アンペリウムは、帝国じゃない。パワーって意味だよ。コンスタンタン、ソアーヌ、エレナ、フロリアンは教会に着いたばかりで直接別のグループの方に向かった。アンペリウムはパワー、ペトラエは化石化した、つまり石ってこと。ヴォッチェは声、イスティアスは悪とか悪いっていうこと。これはですね、ラテン語だよ。さあ最後の文字は、このエブルトンは間違ってなければ破壊するの過去分詞だ。エリットは未来形、つまりエブルトン・エリットは僕の解釈ではこれから破壊するっていうことだよ。なーに、コスティア、すごいじゃん。ラテン語がわかるの？実はね、こいついつもバカばっかりやってるけど本当は賢いんだよ。本なんて何でも読んでるし。ちょっと待って、ちょっと考えさせて。イスティウスはアンペリウムと関係がある、つまり悪の力。テトラエはヴォッケとつながるから石の声かな。ペトラエ・ヴォッケは動詞エブルトン・エリの主語だから、石の声が悪のパワーを破壊する、もしくは悪者のパワーを破壊する、そんな感じかな。なるほどね。ちょっと待ってよ。じゃあここにあるメッセージが僕たちに何かを示しているかもしれないね。でもラテン語の表記は大昔のものよ。現在の私たちに何か役立つものかしら。でもそれが予言だったらありえるんじゃない？予言ですって？何の予言なの？この世に均等をもたらすことができると言われている予言だよ多分。もしかするとね、この文章がその予言で、敵に見つからないようにこうやって追われていたんじゃないかな。この文が何の役に立つんだ？第一、この石の声がパワーを破壊するっていうことを理解しなければダメだってことだよ。これじゃちょっと抽象的すぎない？